ジェイソン・ケンドール・アダムは、アメリカ合衆国カンザス州ジョンソン郡オーバーランドパーク出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ現在は、フリーエージェント。2010年の MLB ドラフト5巡目で、カンザスシティ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。なお、契約しない場合は、ミズーリー大学コロンビア校へ進学の予定であった。2011年に、参加の A 級、ケーンカウンティ・クーガーズで、 プロデビュー。二十一試合に先発登板して六勝九敗、防御率四点二三、七十六奪三振を記録した。二千十二年は A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、二十七試合に先発登板して七勝十二敗、防御率3.53、123奪三振を記録した。二千十三年は A 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、 26試合に先発登板して8勝11敗、防御率5.19、126奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2014年、ロイヤルズ参加では、A 級ノースウエスト・アーカンソーとトリプル A 級、オマハ・ストーム・チェイサーズでプレーした。2014年8月11日に、 ジョシュ・イリンガムとのトレードでミネソタツインズへ移籍した。移籍後は参加の AA 級ニューブリテンロックキャッツへ配属され、移籍前を含めて3球団合計で29試合に、登板して5勝9敗、防御率4.70、103奪三振を記録した。この年のオフもアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2015年から2年間は、 右ひいの疲労骨折などの故障及びリハビリのため登板しなかった。2016年11月7日に FA となった。2017年7月20日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。パドレス参加では3年ぶりにマイナーでの公式戦登番を果たしたが8月14日に自由契約となった。2017年8月18日に プロイジの古巣であるロイヤルズとマイナー契約を結んだ。AA 級のスウエストアーカンソーへ配属され、移籍前を含めて3球団合計で13試合に、登板して1勝0敗、防御率4.80、25奪三振を記録した。2018年は、開幕を AA 級のスウエストアーカンソーで迎え、トリプル A 級オマハを経て5月4日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。翌5日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは31試合に登板して0勝3敗、防御率6.12、37奪三振を記録した。オフの11月30日にノンテンダー FA となった。あと12月17日にマイナー契約で再契約を結んだ。2019年3月17日に 金銭トレードでトロントブルージェイズへ移籍した。開幕を参加のトリブル A 級バッファローバイソンズで迎え、8月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年1月14日にシカゴカブスとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ。 30日に正式公示された。8月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は13試合に登板して2勝1敗、防御率3.29、21奪三振を記録した。2021年5月25日にディフェとなり、翌26日に自由契約となった。平均94.1マイルパーアワーのフォーシームを主体としており、 それにカーブを交える投球を見せる。ありがとうございます。